基本の木、野菜の切り方編、斜め切り。材料を斜めに切る切り方で、薄く切るときは斜め薄切りと言います。斜めに切ることで切り口が円ではなく細長くなります。きゅうり、ごぼう、長ネギなど細長い素材を切るときに多く用います。きゅうり、ヘタを取ったきゅうりに斜めに包丁を入れ、端から一定の幅に切ります。セロリ、葉と茎の部分を切り分け、筋を取ったセロリの茎に端から斜めに包丁を入れ、お好みの厚さに切ります。斜め切りにして作るレシピは、切り方を一つマスターするとお料理のレパートリーも広がります。ぜひお試しください。